弁護士中曽根智弘のラジオで企業法律を語ろうそんな番組の時間ですこの番組ではメッセージを募集しておりますメールアドレスは 797-fmgino1.com また f m g i n o ではユーストリームでの映像と音声をネット配信しております FM 技能ワのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみくださいツイッターも連動しておりますのでたくさんツイートしてくださいよろしくお願いいたしますそれではここで一旦 CM はい、えー、弁護士中曽根智広のラジオで「企業法律を語ろう」という番組が始まりました、えー、今回初めての初回になりますということでどんなやつがどんな番組内容をやってるんだっていう分かんない方々も多いかと思いますのでまずは私の自己紹介をしたいと思います 私は中曽根智博と申しまして、えー、まあ沖縄の出身でございます。えー、と今職業はまあ弁護士をチャタンの方でやっております。はい、そんな弁護士中曽根智博がまあラジオを使って、まあ特に企業事業様ですかねのに関わる法律ネタトーク、まあそのそのトークをしようと。 いうような簡単な番組趣旨になっております。えー、実はですね、えー、まあこういったラジオを始めようと思ったきっかけを、えー、作ってくださった方がいらっしゃいます。はい。どなたでしょうか。実は今、まあ初回ということもあり、まあ、えー、まあこの番組のまあいわばプロプロデューサーですかね。 とといいうこともありままししてて今、えー、いらっしゃっゃすじゃあその方をご紹介してもよろしいですかはい、はいえー、ということで、えーえーまあ、FM 儀乃湾のリスナーさん、まあ、FM コザのリスナーさんも含めてですかねおなじみの、えー「ビジネス天国沖縄の」の、まあ、プロデューサーというか MC でもあります新里哲也さんです。 はいよろしくお願いします中曽根さんい,い,いよいよ始まりましたね。そうですね。念願の。はい。何なんですか、これは。<laughs> 中曽根さんね、ひょんなことからちょっと仲良くなりましてね、ああのねあのねすごい方々が集まる飲み会がありましてね、はい。そうですね。今考えてもね、そうそうたメンバーが集まってる飲み会で、たまたま中曽根さんと席が隣になりまして、はい。まあいろいろね、お話していく中でね、もともとはね、中曽根さん、沖縄出身で。 そうですねまあ中部のね出身なんですけども、まあ、大学は東京の方に行きまし、はい、大学はそうですね東京の大学に行きましたね,ねあの有名な名門大学そうですかねいや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 誰が聞いても名門ですよ <laughs>、はい、でそこは卒業されました。 あのまあ、晴れて弁護士になって、まあ、東京の方で活動されてたんですよねそうですね、まあえーまあ、先ほど自己紹介申し上げたとまり、えーまあ、弁護士業務を始めたところが、東京になりますねでそこから、えーまあ、新雑さんと出会った2年前に、茶谷の方にオフィスを、えー、さらに立ち上げまして、まあ、今に至るというような状況ですね。はい 沖縄あ、あのー、方は、ね、結構、看板見てる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど看板、あのー、ですか58号線のです、ねあのー、北前ゲートをです、ねはい、過ぎますと左側に、ねあのー、中曽根智広弁護士事務所って、ね、看板出てますので結構、あれ見てる方多いですよねそうみたいですね、ねちょっとて言ううんでしょう自分で言う申し上げるのも恥ずかしい話ですが、はい、まあちょっと可愛らしいイラストの入ったキャラクターのある、ね。 えー、まあ絵というかイラストがのってまってる看板ですね。はい、あの弁護士で珍しいですよねイラスト使うっていうのは、ね、そうですね、はい、なかなかいないですね。はいはい そんなね、中曽根さんにちょっと番組を持ちましょうっていうこと、で僕が声かけたらね。意外とね、すんなり二つ返事でやりますっていう感じ。そうですね。まあ、ええ、さんはまあ、いい兄貴分でもありますので、まあ、兄貴分、兄貴分のね、えっと。提案には逆らえないと。そういった側面もありますね。結構よく逆らってますけど。そうですか。失礼しました。で、あの、そんな番組ね、あの、初めて。今日第一回ということなんですけど。はい。まあね、今日アシスタントの方も。はい。 参加していただくということでね。はい。F. M. のあの。石坂です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ミス F. M. の案。自称。自称。ということで。まなみも入って頂いてね。はい。あの、どうですか。まなみ、あの弁護士さんが番組もちょって珍しいですよね。珍しいですね。ちょっと。コミュニティラジオで初めてじゃないかなっていうぐらい。聞かないですもんね。ね。で、またね。僕ら、こう、素人からすると。弁護士さんの話を、こう。聞くって。 なかなかね、普段の生活でないじゃないですか、はいそうですね。この弁護士事務所とかに行ったりしないと、聞けないイメージがあるのラジオを通じて聞けるっていうのはすごく貴重じゃないかなっていうのを僕ね、うん、もうすごく思って、中、はい、んさんラジオ持ってくださいっていうことでね。弁護士の方が普通に喋ってることもねあの、僕らからするとすごい新鮮だし、なかなか聞けないしね。ねうんうん、あと なんていうんですかねあのなんか本当はねあの関わりたくない職業の方ではあるじゃないですか <laughs> 生活の中ではねでもね知ってると本当にこう例えば弁護士さんを知ってるとか法律を知ってるって、ねはい、やっぱり自分の身を,身を守るっていうことにも直結すると思うのでね、はい、あのうん、うん、この番組はすごく貴重になるんじゃないかなとまたあのこの番組はあの全あの会をですねあの動画で撮って。はい YouTube チャンネルにもアップされますので、真中曽さんの番組をきっかけに、中曽根さんの番組を知ったという方は、聞き逃した場合、も動画でまた見ることができますので、の普段から見てると、何かあってもね、法律が強い方になれるかもしれませんので、そんな番組になっていただければなと思っておりますね。そういう趣旨、プロデューーサ進藤とプロデューサーの話では、そういう趣旨のもと始まった番組。 でもありますので、はいまあさらに付け加えていますと、えー、タイトルがラジオで企業法律、まあ、企業法務ームとも言ったりしますが、まあ、そういったことをテーマに語ろうという番組でもあります、はいうん、ですので、えー、特に事業者様、えー、まあいろんな多種多様の業種業界がありますよね、まあ、そういった方々の業界特有のであったり、えー、一般的に通じるような話を まあ、面白おかしくではないですが、えー、まあ、こういった法律があるんだよ、こういったリスクがあるんだよ。そうしな、えー、それが実現。顕在化しないために、どうしたらいいんだよ、みたいな話もできればいいのかなと。いうふうな、はいえー、いうふうに思ってはおりますね。はい、はい、ちょっと硬いですかね。いや。いい番組じゃないですか。さすがプロデューサーですね。<laughs> さすがですね。<laughs> プロデューサー。<laughs> 自分を褒めるっていうね。はい はいまあ、あと、ですね、まあ、一応タイトルでは企業法律、はい、企業法務とはなってはいますができるか、えー、まり、あえー、個人のリスナーさんも、はいえー、番組を聞いていらっしゃる可能性もありますのでう、えーまあ、そういった方々に関心があるようなトピック、はい、まあ例えば何でしょう男女のトラブルとかですかねう不倫されたしちゃった。はい 浮気したしちゃったとかいろいろありますよねまあ沖縄であれば、まあ、相続同と名うとうの問題どうしようだとかうん、うん、いろいろありますよねはい交通事故で事故って保険会社から過失割合五分五分になってるって言われてるどうしましょうかとかまあそういった個人のトラブルであったり法律問題もあるかと思うので、まあ、そういったものもできるだけ分かりやすく、うん、かつ できれば面白おかしくお話ができればなというふうには思っております。ありがとうございます。早速ワクワクしてきましたけども、だかそんさんあのいくつかね僕も聞きたいことが、学びもあの個人的に聞きたいことがあったらで、どんどん聞いていきまし聞いてほしいんですけど、まずはじゃあしさんの方が、まあコンサルと言いますかプロデュース業含めていろんなまあビジネスをされてる中でいろんな法律の トラブルであったらお悩みとかって何かあるんですか、はい、いやあのー、逆にですね僕あんまりトラブルがあんまりないんですけど <laughs> ないんですか <laughs> なるほどなるほど逆にこうあのー、中曽根さんいろいろな企業のトラブル見てきてると思うんですけど、はい、あの特に企業でこういうトラブルが多いよみたいなあるんですか特にですか、はい、えーまあ沖縄に関して言えば、はい、えーそうですねもうごく単純にえー一体言わない 要は契約書面を交わしてないんで<ー>言った、言わない聞いた、聞いてないっていうもう初歩的なトラブルに基づくふん、うん、あ初歩的なことに基づく紛争が多いですね。うん、なるほどやっぱりそれはもうあれですか単純に書面を交わした方がいいともちろんですね,いね、はい、当時の証拠になりますからね、うん、基本的にはそういう書面の内容に基づいてそういった取り決めがなされたんであろうと。 いうことをベースに、えー、判断するんでそれが言った言わない、うん、聞いた聞いてない見た見てない、うん、なっちゃうとまあ第三者が見たら何を信用するか分からないですからね。うん、はい、っていうのが沖縄ちょっと多いですねあとは、えーっとまあ、対人従業員の方とのトラブルも多いですかね、うん、パワハラセクハラ 残業代未払いだとかは比較的多いかもしれないですね。なるほどあ,<ー>あ,のあれですかあの、単純に思ったんですけど、契約書っていうかわすっていうなんかあるんですか、こういうふうに書いたほうがいいよみたいな。えーまあ、特に決まりはないんですけど、なんていうんでしょう、で、まあ、もちろん日付と名前、うん、住所はもちろん書くと。 いう中であとは何をを取り決めたか、まあ、それを書くものが契約ですねで、まあ、これは一般的に言えるんですけど契約書って、えー、例えばビジネスって言ったらリターンの配分利益の配分じゃあこの分は俺だよこうしたら何かが成功したらじゃあこのうちの何パーは俺で残りはそっちねとかいうリターンの取り分を決めることはあのよく書かれたりするんですけど。 その裏返しであるリスクの取り決め、配分、分担については書かれてないことが多かったりするんですよね。なので契約書というのはリターンだけじゃなくてリスクの分担も書くべきものではあるのでまあ厳密に言えばですけどね。はい、例えばそのダメにななった極端な思考 10万円の借金ができてしまった場合の配分も取り決めておくっていううとですかそうですねビジネス上何らかの事業を始めるにあたって、うんえー、当初の予算ではこんぐらい必要だと、はい、ただし、うんえー、イレギュラーな事態が起きて、うん、予想外にじゃあ、えー、100万円のコストがかかった場合、うんうん、じゃあ誰がどう負担するのかとか負担しないにしても利益の配分でちょっとずらすのかとか。うん、はい そういったことですかね。まあ予想できないことをも含めてな何らかの取り決めをするというのがまあ契約書の役割ですね。なるほど。じゃあの名前と住所と日付。日付は最低限でしょうね。それは <laughs> はい。と、はい、やっぱりこう利益の配分だけではなくてあのリスクの配分も書くと。はい、まあだから 5W、えー、2H。う もしくは3、はい、まあもっと細分化したらいっぱいありますけどね誰が誰と誰に対してどこでえ何をいくらでどうやってどういう方法でやろうとしたのかとか、はい、細かければ細かいほどいいってことですかそうですね。 より明確になるとまあただし、えー、ビジネスというかこの取引の規模もあるんでそれに応じて、えー、ビジネスの規模が小ちさちければ、まあ、簡単に済ませるでもいいでしょうしうまあそういったことを柔軟にですかね契約っていうのはまあいずれにせよ紙ベースで落としととしくべきだとそうですね一体言わないよりかは、はい、裁判官が信用するのは書面ですから。 これ、あれですか、書面にして、音がいついつ反抗して持っておくっていう、そうですね、はい、まあセオリーというか、はいなるほどやっぱ、えー、あとは、まあ、このご時世、紙ベースだけじゃなくても、まあ、メールでの取り決めでもまあ十分ではあるかと思うんで、<ー>それやっぱりメールっていうのも明確な証拠になるんですかななりますすねねるんです、ね、はい 例えばラインとかあるじゃないですか、はい、そういういのもな、OK、ななんですすすかりりますなります要はあの紙がいいとかうんぬんっていう書面がいいっていう話はその当時こういうことをこういう中身のことを少なくとも認識してた伝えたっていうことが誰の目にも明らかじゃないですか、うんうん、内容が正しいかどうかは置いといてまあ少なくともその限度でそういう、えー、書面そういう日時で まあじゃあメールであればメールを発信した日時でそういう内容のものを送ってるってことなのでそれしかもその当時のことが記録されるんであの十分信用性が高い証拠にはなるんですよね。なので逆にそれと対比ししててて言えば紛争が起きてから作っったた書面実はこうで,したでしたっていうそれが書面だったとしてもそれの信用よりはこのメール当時。 に送ったそれの方が信用されますよね。確かにね、僕もあのやり取りしてたら、フェイスブック見返しますもんね。ああ、はい。何つってたかなとか、はい、いつだったかなとか、何パーって言ってたかなって見返すので、まあ、あの意識的にそれをやり取りするっていうのがいいかもしれないですね、じゃあ、ね。なので、まあ、そうですね、はい、う沖縄の方、まあ、特にある程度年齢、ご年配の経営者様ですと、やっぱりメール、 を使う習慣がないといとのあそうですよね。であればまあ特にまあ携帯のメールも含めて LINE とかもメッセージも含めてお使いになられない方が多いのでまあその場合はもう言った言わない聞いた聞いてないっていうまあ証拠がなかなか客観的な証拠がないっていうパターンはあの私どものクライアントの周りではまあ 多いは多いですね。メールですお互いに残りますもんね。そうですね、はい。一度食ってしまいます。そうですね。はい。うん、なるほど。<ー>なんかちょっとしたことだけどね。はい、うん。<laughs> 気をつけないといけないですね。はい、うん、本当そうなんですよ。はい。<ー>はい、ではここで一度 CM を挟んでまたいろいろお話を聞いていきたいと思います。はい。 はい、えー、弁護士、中曽根智弘のラジオで企業法律を語ろうの番組です。えー、ということで先ほど、まあ、CM 前ですかね、まあ、ちょっと契約書ってどんなものかなどんな機能かなどうすればいいかなというちょっとお話がありましたけど、はい、何かじゃビジネス的な感じで新田さん,はん疑問に思う何かあります あのですね、結構周りでよく聞くのが、例えばあの会社と業従業員さんとのトラブルが多いってよく聞くんですけど、はい、それ実際どうなんですか？多いですよ。あ、なるほど。どういったトラブルなんですか？ええー、どういったどういったトラブル、うん？例えば雇用上の問題とか、はい、そういうのが多いんですか、ね？<ー>そうですね。はい、えっと、えー、例えば 残業代を払ってないとかですねはいはい法律にのっとって払ってないとか不当に解雇されたとかまあそれは従業員側からの話ですけどあとは配置転換要はこういう部署行きたくなかったのに生かされたとかはい。 との人とのトラブルっていうのはまあ結構いろんな種類パターンでありますね逆に元いた従業員の方がえお客さんを引っ張ってとか他の従業員も引っ張って独立しちゃったっていうのもありますしこれはあるんですかやっぱり法律違反に当たるんですか当たりますねまあもちろんえそれが直あすぐ法律に違反する、まあ、法律に違反するっても言ってもこのまあ例えば損害賠償、うん 義務が発生するとかあ、直ちにつながるとは限られないですけど、えー、まあ、法律違反のリスクはありますね。なるほどね、結構それ、法律違反って認識持ってる人、少ないような気がするんですけど、うんに合ってるじゃないですか、普通に、こういったあれですけど、確かにそうです、ね、なんかよく聞く感じがするのでよく聞すね、やっぱりね。はい まあそれはあのまあルール上はだめだとしてもういやこれルール違反でしょって例えば元いた会社の経営者が言わなければそれでよしですからまああ逆にいい意味でえ言えばえその元いた会社の経営者の方が快く独立を許しているっていう可能性もあるんでそういった場合はもちろん違法ではないんで。はい もしかしたら良好な人間関係なのかもしれないですね。あ,あくまでそのやられた側がこう例えば訴えたりとかってやった時に初めて法律違反になるんですかまあ,あ初めて法律違反になるというよりかはあ<っ>まあそれであダメなだめだったんだなっていうことが出てくる表に出てくるって感じじゃないですかね。なるほどねまあ通常例えばじゃあえー、っと 営業が、えー、5人、事務方が、えー、じゃあ社,社長1人だというような状況で、えー、営業の、まあ、主任の営業の方が残りの4人の営業、だから計5人で独立しちゃった場合、元これはもう、機能しないですよね。はいもう 社長は事務しかやってないのであればそうなったら、えー、もう機能しないってことはその元いた会社その取引先関係も新しい営業の方が作った会社に行っちゃいますよねうん、うん、それって黙って見過ごしますかねこれちょっと会社の存続に関わるじゃないですか、うん、まあ今極端な話ですけど、ね、あまあそれのまあ程度の問題でうん、うん、ええー 起こここりうるるとととでではあいまあ法律的なワードで言ったら協業資義務違反、うん、とかですかね<ー>にはなるんですけどねど何々、何々法の何々とかではなく、民法上の不法行為だとか、これは例えば、社長さんにこういうふうに辞めますとか、一緒に辞めますって言うべきなんですか、例えばそれをやろうと思ったときにも回避するってなると。 あのー、まあ、従前の人間関係からしたらそれはいいでしょうしうん、うん、じゃあ、それなら OK だよって言ってくれれば、はいあのー、問題がなくなるんで、うんはい、それが望ましいって感じですねでもね法律違反してないからいいっておけてもなくてね人間的な倫理の問題もね道義的な問題もありますからね。はいうん 今あった法律っていうのも法律違反っていうワードもまあいろんな意味合いがあってえ今、僕の方が中心的に話をしたのはまあ民事まあ一般当事者間の話ですで逆にえ一番思い浮かぶのが刑事刑事って言ったら何を思い浮かびます刑事っって言たらもうあれですよ一般的にねね暴力 あのじゃあ殴ってとか盗んで逮捕されちゃったとかですよね、はい、警察にとか、はいはい、それは、えーとまあ、純粋な、えー、と当事者間の話、うんまあ、例えばある企業とその従業員だけの話じゃなくて、うん、刑事事件っていうのは、まあ、国家が社会秩序を維持するために、うん、この刑罰っていう手段を持って、うん、まあ え維持安定させるというもんなんで関係者が警察検察官といったえ国家権力に関わりますねだから法律違反つっても民事だけで終わらなく刑事刑事事件まで発展する刑事事件まで発展したら警察官検察官の強制捜査等々がありうるっていうパターンもありますねはい。 うん。あの届け出、えーえー、確認等なく。増改築したらどうなると思います?。あ。あれはやっぱり税金とかもかかってきますからね、えー。税金もそうですね。とい,、はい、いうことで、税金ってことは、えー。相手はどこになります?。税務署、税務署、まあ、役所等々。ですよね。うんうん、まあ、そういったとこは行政になりますよね。うんうんはい って形で、えー、行政、えー、関係の法律問題も出てくるという意味ではまあ法律関係っていう意味では民事、刑事、行政という形で、うん、まあいろんなパターンがありうるということですねでもねあのー、法律ってねやっぱり身を守ることにもなるしやっぱりなかなかふだ勉強することないしね。はい やっぱりこううい中曽根さんの話をね週に一回聞くっていうのはい勉強確かにすることないですよね。そんな勉強するぐらいだったら他の他のに時間を割いたほうがいいですもんね。でもこれを知らないでこの苦労してる人とか知ってればもうちょっといい結果になったのにっていうのとかもやっぱりあったりしますよねまあそうですね。 まあえー、っと結局決めるのは、はい、あのご自身、まあ、基本的には自己責任のもと決めるのはご自身なんで、うん、やっぱそこの、まあ、情報収集は、はい、あった方が、自己決定はしやすいですよね通常はあの問題が起こって慌てて調べるとかっていう話だと思うんですけど、中澤さん、段こう活動しててえ、もうちょっと早く来てくれればってやっぱり正直あるいうのあ,<ー> <laughs> あ多々ありますね。 はい、多々、ね、ありますここまで揉めた段階できちゃうと、はい、もうなかなか、えー、話し合いでの解決ができないとか,、まあ、だかここまで揉めてるっていう表現はも,うものすごくもう感情的になってるとか、はい、ですから、はい、なかなか柔軟な解決ができない柔軟な解決ができないってことは、まあえー、裁判で白黒つけるっていうとこまで行く。はい ってことですからそこには、えー、時間だけじゃなくて専門家に依頼するのであれば、はい、相応のコストがかかっちゃいますよね。なので当事者に対する負担ってのはものすごくでかいですよね。逆に、えー、っとそうなる以前もう感情的になる以前に来ていただければ、うん、じゃあ、えー、相談アドバイスで。はい アドバイスを受けてで当事者間の話し合いで解決する可能性も十分ありますよね、うん、そしたら時間もかからないしその分、コストも専門家へ相談等々を含めたコストもその限度で収まるはずではあるので、うんうん、あ,あと、あのー、裁判ってね、あのー、精神的なものもすごいダメージがあ, <laughs> ありますもんね。 とはいええー、本人、当事者本人で裁判所に出頭して、はいえー、期日、まあ、要は裁判所での対応するってなると、相当大変かと思いますなぜなら、えー、行くだけでも、慣れてる方を除けば、ドキドキしますよね、どこど、えー、裁判所、どこに行けばいいんだ、どこで受付すればいいんだ。うん えなんか裁判所改定中って書いてあるけどそこ入っていいのかな悪いのかなとかまあそういったえ緊張もありますし何よりもそうする前に書面でえ反論してくださいとか言い分を書面で書いてくださいっていうふうになるんで書面で作る以上はある程度法律的な文書として日常用語を法律的な文書に翻訳しなきゃいけない作業も生じちゃうんで、うん。 なのでそういった作業をまあ,まあ早く終わればいいんでしょうけど通常は,は56回は裁判所に行って繰り返すはずなんで,でしかも平日ですよね平日のえまあ9時もしくは10時からえ午後5時までの間なのでお仕事されてる方っていうのは土日に行こうかなというのができないという意味ではまあ かかかなりの負担かかっちゃいますよねそう考えるとやっぱりこう中園さんに今までお話を聞いてるとあのやっぱり問題っていうのは起こる前に予防することとやっぱり起こったらすぐに対処するっていうのが大事っていうふうに聞こえるんですけどそうですねまさにその通りかとは思います、うん、まあ起こりそうだなっていう時にまあ相談いければ何よりまあベストですね。うん、で逆に起こっっちゃった まあ、そういう予測できない中で起こることもあるじゃないですか、うん、まあそれは典型的には交通事故とかですかねの場合でもすぐ、えー、相談来ていただければ、まあ、今後の手続きどうなるとかいう説明もできますし保険会社からのそういう提案があるけどっていうのも、まあ、安易に受け入れないでこう進めよう、ああ進めようということもできますからね。うん、ただねそういうい状況になってこう弁護士に に連絡していいのかなとかね。ああ<ー>、一般の人は敷居が高いような気がするんですけどね。うん、どうどうですか、まだね。そうですね。このこの問題で弁護士に相談するべきなのかとかいうのは多分わからないですよね。うん、このボーダーラインというか。あまあ要は、うんえー、まあ表現もいろいろあるんでしょうけど、はい、こんなこんな相談でも弁護士って聞いてくれるのかなとか、うん、じゃあ、うん、この程度でも聞いてくれるのかなとか。はい。 その範囲が分からないんで本当に大きい問題ですよ、それこそ刑事事件とかだったら弁護士ってイメージあるんですけど、うね、こう日常のちょっとしたトラブルで、でね、こんなちことで、ね、なんか相談していいのかなとかっていう人、いっぱいいると思うんですけど、うそうですよね、はい、まあそれは確かに、えー、それに対する遠慮もあるかと思いますし、えー、じゃそれに加えて、まあ、でも相談できるってっても。 えコスト相談費をどんだけかかるんだよとかいろいろあるかと思うんでまあそれはまあバランスを見てでしょうねで特にまあ初回無料相談とかやってるパターンもありますしまあいろんなえこの視力というかに乏しい方にはホーテラスとかそういったえ国の機関を使った無料相談の制度もあったりするんでまあそちらでちょっと。 まあ気軽にというか一回聞いてみようかなっていう、はいはい、それはそれでもいいかと思うんでうんあとはどの弁護士先生が相性合うかかですかねやっぱり人間と人間だから相だからどんなにどんなに優秀でもやっぱり対人関係も,ほんの,ものすごく不愛想で、うん、こいつ話聞いてんのかって思うぐらい <laughs> 不愛想だけど。 パフォーマンスはすごいとかっていう極端なのでそういう人もいるかもしれないでしょうしまあその逆もあるかもしれないでしょうしまあ相性ですからねまあこの先生だったらまああの話聞いてくれるしまあ動いてくれそうだからちょっとお願いしよっかなとかまあそれでもいいでしょうしまあい,ろいろいろですね弁護士先生もいろんな性格というかありますので。 とっつきにくいとっつきやすい話しやすい話しにくい、はいうん、聞いてくれる聞いてくれないいろいろあるかと思うんでそうなるとあるですよねやっぱりこう普段から弁護士さんと連携を取るというのが一番、ね、まあまあそれが回避する手段かもしれないですね、まあ、特に、えー、継続的な、あのー、事業をされてる方であればまあ いつうトラブルが起こるかわからない、うんあまあ、もしくはあの起こりうる、うん、っていうような状況、まあ、要は企業,企業,企業者事業者の方にとっては、まあえー、継続的に、えー、サポートしてくれるような存在、まあ、それを基本的には顧問法律顧問顧問弁護士、うん、といった形で。<laughs> の関わり方になるかと思いますけどね。まああれば望ましいでしょうねなるほど。まあ普段から弁護士さんとこう連携してたら予防にもなるし、あとあの安心感もありますよね。弁護士さん専門家からコールだよって言われて安心感もあるし、ね、あとあのこうよく力もあるような気がするんですよね。はい 確かにこう言ってたっていうと相手方に対しても抑止力もあるしそうなると弁護士さんと普段連携するメリットっていうのは大きいよなうんそうですね中曽根さんみたいなこう弁護士さんってこう顧問契約みたいなもできるんですかはい、もちろん、まあえー、今はまあ事業者の方、まあ、企業の方、うん、会社の方とあとは個人の方もまあいらっしゃったりはしますね。個人でも はい、あるんですねいいい、ね、契約 <laughs> いつかのために法律相当詳しくなるんじゃないでもあれさ実際をこう中園さんは東京で活動して沖縄に来てるんですけど、はい、沖縄の企業っていうのはその公文弁護士と契約してる企業の絶対数っていうのはどう,どうなんですか割合とか。うんまあ、私が まあ僕は来てまだ2年ちょっとなので、うんえー、まあ他の先生方の話もまあそこまで聞かないので何とも言えないんですけど、うん、うんまあ顧問弁護士つけてるとこはまあ比較的少ないのかなという印象ですかね、うん、まあもちろん大手の、えー、事業者さんはあの顧問弁護士つけてるとこは多いですけど、うん、まあ逆にえそんな 規模の会社なのにあ、顧問の先生いないんだとかはあったりしますね。はい。それやっぱり法律問題に関しての認識がまだまだうーんないのかもしれませんしん逆にまああったけど、まあ、ちょっと顧問の先生が引退して今いないんだの、ういない状況なんだよっていうのもあるかもしれないんで意概外には言えないですけどね。はい。なるほどね。ぜひね、ぜひラジオを聞きの、はい 経営者の皆さん、中曽根弁護士とぜひ契約していただければまあまあまあ、そうですね。はい一応、基本的にはこの番組のタイトルにあるとおりラジオで企業法律、まあ企業ホームって言ったりもしますけどそれを語ろうなのでまあ今後、継続してこの番組で情報提供できるようにいろんな業界、 いろんな業界ありますよね。本当あのまあ事例とかね聞きたいですよね。不動産不動産業界もいろいろありますよね。製造メーカーもいろんなメーカーありますよね。まあ沖縄沖縄だと雨森のメーカーさんもいますよね。あと飲食も多いですもんね沖縄ね。飲食も多いですね。とサービス業とかもサービス業というか観光業とかもそうですね。観光レジャーまあホテル。 ホテル旅館業ですね、うんまあ、民泊も含めれば、うん、沖縄観光地っていうこともあれば、うん、そういったお話もできるでしょうし、うん、あとなんですかね、本当、いろいろ、いろいろ業界、業種、いっぱいあるんで、沖縄ってまたあるじゃないですか、全国、世界からあのいろんな人が来てるんで、いろ、うんなトラブルね、僕らの見えないところでありそうな気もします、ね。はい あとはえまあ沖縄の場所的地理的な優位性を発揮してまあ沖縄から海外へっていうパターンもありますよね。なので沖縄っていうまあ,ある種まあ僕の地元でもありますし何よりもそういった楽しいえ人や事業者ビジネスがで集まるとこできるとこ ででもあるんで、うんまあ、そういった方々への情報提供という意味でいろんなお話、まあ、リスクを中心とした面白いおかしい話ができればいいのかなというふうには思ってますね中澤さん、これあれですか、ね、やっぱりあの中澤さんのところ言ってあれですよね。あの顧問弁護士の契約ってどんな感じですかって聞くだけでもいいんですよね、最初ね。も、まあ、もちろんもちろろんん それ気になる人いっぱいいると思うんでね。ぜひあのなんか智弘で検索するとホームページ出てきますのでね。はい。あのちょっと顧問弁護士についてちょっと聞きたいですっていうね、あのそういう問い合わせからでもいいかもしれないですね。そうですね。はい。まあすでに顧問がいるっていう事業者さんでも、例えばちょっと愛人問題でとかそういう話が来てもよろしいかと思うので。死ににくい。はい。それも多いんですか？ まあえー、少なくはない <laughs> なという限度ではいなるほどなるほど、はい、まあいろんなものになるでしょうからね、はい、いやでもねいい番組じゃないですか、はいまあ、今回ね初めて初回ということなんですけどもけどやっぱり予想通りね、はい、あのこれ世の中のお役に立つ番組になっていくと思いますよ <laughs> 中曽根さんはいそうですねまあでも、はい、そうなればいいですしまあ何よりもそれが ささの願いいででももありまますすよよねはい、もううにそうですよやっぱりこう僕いろんな方関わるんですけど専門家の話ってねあのー、素人の方,す方からするとね本当に命救うこともあるじゃないですかその人のスキルとか情報、はい、経験っていうのはね、あのー、これをラジオでどんどん発信できるっていうのは、ね、本当に素敵なことだと思いますので、ねはいはい、なんかその人もねこ,これからどんどんねあのー、発信していっていただけたら、はいね、本当に素晴らしいことじゃないかなと思いますけどね。はい ちなみに、新里さん、あ、はい、あのー、まあ、このラジオで企業法律を語ろうの、はいま、前の番、ね、僕の番組は実は金曜日の、えー、今2時から3時、はい、まああの9月からはあの時間が変わって1時から2時になるんですけれども、はい、あのちょうどね中曽根さんの番組の前の時間に僕の「ビジネス天国沖うという番組が。 なので、えー、新里さんの番組では、はい、特に前向きな、まあ、もしくはこの経営者さんの経歴というかを、はい、まあ楽しく聞いてハッピーな前向きな情報提供が受けられるという。 に対してえまあうちの番組ではあのまあそれだけじゃないちょっと硬いかもしれないけどそういう怖いこともあったよとかこういうまあうまくいってたんだけどちょっとこういうことをあの無頓着でやっちゃったらこうなっちゃったとかっていうような側面をな基本的には法律的なえ枠の中でなんか説明できたらなというふうにも思ってるんで。 田さんの番組よくあの著名な、ね、ゲストさんがはい、はい、僕の友人を出演されてるんでたくさんいらっしゃいますから友人多すぎでしょっと思うぐらい <laughs> はい本当ですねいつ, <laughs> いつの間にか、はい、そうですよね年下、はい、さんの番組っていうのはもう何年ぐらいやられてるんですか、うんね、あの5年をかいてゲストが、ね、200名を超えたところですねああすごいですねもう気が付いたらね5年経ってましたね <laughs> へえ<ー>、はい じゃあ、まあまもう経営者層のお友達が200はもう余裕で超えてるってことですか、ね、ゲストさんが200名ですからね、はい、まあその数倍はいるかなと思いますけどね何なんですかね何なんでしょう <laughs> 説明してください <laughs> 僕ねやたら言われることがあって <laughs>、はい、紹介したい人がいるんですってやたら言われるんですよねはい、はいで のこのこ行ったらなんかとんでもない人が前に座ってるっていうパターンですあテレビで見たことあるみたいな人がねあの座ってるっていうパターンですねもしかしてじゃあそこに紹介フィーが発生してるんじゃないですかいや全く発生しないマジですかそうですねあのもうそこで紹介フィーだったら僕結構お金持ちですよそうですねでもそれしないでほ本当に毎回ゲストで出ていただいてまあほとんど ゲストの方の PR というかどんな方だっていうのをお伝えしてるじゃないですかすごい人の話とかあの世,のた世の中のために役に立つ話っていろんな人に聞いてほしいじゃないですか僕は打ち合わせでそれ聞くんですけどやっぱ感動すするんですよだからそれを、ねうん、こう打ち合わせの、ね、こう狭い空間で聞いてたらもったいないなと思って電波に乗せよう。 映像にして配信しようっていうのがあの当時のね考え方だったんですけどそうなんですよはもう五年も続いてるんですね五年続いてますねやめるタイミングを逃してしまってですね気がついて二曲放送になったりねどんどんエスカレートしてたんですよもうあれですよねコミュニティ全部でそうそうそう夢がそうそうそう夢じゃないですやりますよ全部っていうかまあとりあえず十曲で放送ししたいなと。 なるほど、ビジネス天国沖縄の今後の。そうそう、十曲、まあ二曲は今ね、放送してるんで、まあ十曲で放送できてるなと。いうことですね。まあ沖縄だけじゃないでと当然。えそうなんですか県外でも当然。当然なんです。当然。はい。まあでも実際ね、もうお話来てるんですよ。はい。何曲かですね、あの東京。の方からですね。まあね、もうどんどん広げていって。はい。なるほどですね。行たいなと。 そのメディア、まあ、コンテンツ、はい、ビジネスっていう中でも、まあ、いろんな法律の制約はありますからね、うん、まあ特にコンテンツなんで人が関わって創作し合って作り上げる著作権コンテンツには付きまとうことでもありますからね、はい、そな今のもん中曽根さんとまた相談させていただいて <laughs> じゃあコボンフィーは別途。<laughs> <laughs> 中澤さんってね飲み仲間でですね一緒に飲みに行くんですよ法律の話一切したことないですね飲みに行った時はやっぱりもうそういう話は一切なくもうほとんどないですねまあ前向きなあの今後どうしていこうかとか一緒に来るやりましょうよみたいな話ばっかりですよあとは飲んで飲んだ時の気持ちというか愚痴を言いまくってお互いの愚痴を言いまくって で最後には、えー、とバーでカラオケでめっちゃ歌って帰るっていうこのパターンです新達、ねね、さんがめちゃくちゃ歌うまいんで、まあ、マジですか歌ったことありましたっけ自分で分かってるくせにって僕は同じ内緒思ってるんですけど一、ね、<laughs> あ曲歌いましょうかラジオで今度ね <laughs> そうですね, 1>, ね1時間丸ごとね、はい、そうですねコーナーを設けてね<え>歌のコーナー、はい、めっちゃクレームきそうですけどね、はい、でもそれぐらい まあ、プライベートでも良き兄貴分としてそうなんですんお付きあいさせていただいております。でもね、はい、中曽根さんみたいなこう沖縄出身の、ね、本当に若い方が東京で活躍して、また、ね、沖縄に来てまたこう、ね、あの経験も生かしつつうこう地元に貢献しているという姿自体も実はみあの紹介したいというので、はい、そうすると、またあの、ね、沖縄の方とかにも、ね、すごくいい刺激になると思います。 思うののでねあの、うん、この番組はそういう意味でもねあのーはい、いろんな人に聞いてほしいなっていうありがとうございまますあ本当にまあ今まではまあこの番組をスタートさせようとした、うん、まあ企画説明趣旨だとかまあいろんなお話はしてきましたけど、うん、まあでもそれでも弁護士中曽根智博ってどんなやつだろうって、うん、思いますよね。うんはい で今申し上げている情報だけですと、はいまあ、ホームページ等をご覧いただければわかるんですけど、まあ、少なくとも今、沖縄出身だうん、うん、沖縄市の出身だぐらいしか行っていないまで、あ、どんなやつでしょうね。い <laughs> 中曽根さんはまた今後いろんなまた面白い経歴とかエピソード持ってますので法に触れない程度に法に触れるエピソードはないですけど中曽根さんのプライベートをどんどん番組の中でも紹介していって人間中曽根智博を知っていただければまた逆にそれがあれじゃないですか相談する側にとっても相談しやすくなったり指揮を下げたりとか。ちなみに新さんの共通点 新札さんと僕との共通点をちょっと一つ挙げれば、はいはい、バスケですかねあよ。そうなんですよ。すかバ,スバスケは一緒にやったことないですけどね。一緒にはないんで、新札 <laughs> さんはカーマシーじゃですもんねん、はい。バスケをしてたというね。<laughs> う<ん>はい、まあ新札さんの方がキャリアというかもう経歴はものすごいですけどね。いや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 、それはラジオでは言いましょうか。<laughs> <laughs> 言っちゃった方がいいですか,まか <laughs> まあでも本当に えー、え、全全<ー>中学時代全国制覇ですよね。そうです、中学時代ね。えー、はい。 そんな経歴があったんですね。でね、僕言われるんですよよくあの引退して太ったんですかって言われるんですけど、現役時から太ってますから。あ、そうなんですね。安心してください。そのまま。そのままですそのまま。今の新雑さんの変わらないまま。多分ね、日本一動けるデブだったと思います。すごいですね。証明するあれがないのであれですけど、多分日本一動けるべデブだったと思います。はあ、そんなバスケの関係で言うと、新雑の沖縄バスケ界の。 レジェンド先生、浅田先生とも仲いいですもんね。バスケ会はね、仲の人いっぱいいるのでね。あのまああのスラムダンクのあの田岡監督のモデルとなったことでも有名なまあな中曽根さんの母校である小座高校をそうですね。何年ぶりだっけね。分かんないです。あでも僕の情報今言っちゃいましたね。あんば一つ増えも増えちゃいましたね。あの何十年ぶりかに優勝に導いたっていうね。そうですよね。今年。 ですかねインターハイ県県沖縄県のインターハイでそうなんです僕、小田高校出身なんですめっちゃ地元ですからねそうですねじゃあ一度中曽根さんと新里さんのこのバスケのあれも見てみたいですねワンワンはしないですね。それはしないですよあの対決ちょっと動画に撮ってね次回皆さんにお送りできれば直番で。 いいかもしれないいいですね。じゃないですか、中澤さんやりましょうか、もうリアルじゃなくて、e スポーツでバスケもやりましょう、リアルだと、多分お互いもう動けないんじゃないですか、はい、動けないものどうしたそれはそれで楽しいかもしれないではたから見たら見苦しいですよ、確かに、1分ぐらいして、お互い動けなくなってるってね、それやるんだったら、僕はゴルフ、ゴルフ対決最近ね、中澤さん、ゴルフハマっててね。 今年の1月1日から始めてあ、そうなんですね、最近ですねはい、最近始めたばっかなんであのまあ早く上手くなろうってので頑張って練習してますなるほどー新雑さんもぜひね僕ね絶対ハマるからやらないんですよね僕ハマるからね、プロなるとかいい金ないんでね確かに本当にハマるんですよ 確かに、新座さん言いそうです言いそうなんですすよ本当時間やまからねでも本当にそれがバスケで全国優勝したその過程の一つでもありますああなんですよ、バスケも含めてはまったらめちゃくちゃなんで、だから僕ね、中学時代、毎日5時に大会いましたからね、たい多分ね、中学生で毎日5時に大会の僕ぐらいですよね。 本当そうです、ね、<laughs> 今では多分空いてないで。空いてない、あの当時ね、あの時代ってすごいですよ。鍵閉まってなかったんですよ、うち、はい、の空間。と夜入って,て、空いてた、空いて、い,ていつでも入れるっていうね。はい。いや、いい環境でしたね。うそうですよね。今だったら、セコムが来ますね。なので、本当朝、朝五時から練習してっていうのを、日々続けて。の。 全国優勝だと思ういやでもね、それぐらいしないと勝てないですね、本当に本当に全国はね、やっぱ全国に活躍してる人はやってますよ、それぐらい。やっぱそういう思いがあるからこそ、ゴルフ始めてもプロを目指しちゃうから、やりそうなんですよまた5時の来てね、ゴルフ場開けてないですねセコムが来てね、みたいなね、昔とはもう違うから、それ、建造物侵入だ。 すぐ訴えられます。そして、また中曽根さん相談して、中曽根さんまた儲かりますね。新田さんのこの資金力と関係者パワー考えたら、あのゴルフ場買収した方が早い。ですねそうですね。いくらですかね。見積もりは。50億ぐらいじゃないですか。なるほど。ショートで。なるほど。ショートで50億。わかりました。わかんないですけど。はい。ちょっと考えます。はい。はい。はい。 そそろそろ早いものでエンンディングが近づいてきたんで,すが早いですね、はい、まあ、そういう形で、えー、今日は新札さん、あのー、をゲストにお招きして、えー、こんな感じで話してますみたいなことをやってきましたでえー、っとまあ今日に関しては特にノープランというか、はい、あのそれでお話をしてたんでお話の内容自体が 右行ったり左行ったりまっすぐ進んだかと思えば後ろにバックしたりいろんなちょっと展開になってはいましたがまあちょっと今後につきましてはまああのリスナーの皆様からのテーマこういうことを話してほしいとかえちょっとこういう専門家呼んでくれないかとかいうようなご希望があればちょっとそれを加味してなんとか。 情報提供できればなというふうには思っておりますので、楽しみですね。はい。まあ初回はこういう感じでこんな感じで、はい。そんな感じで大丈夫なんですか？いやもうバッチリだと思います。バッチリです。バッチリなんです。かじゃバッチリってことはちょっと手抜いていいってことですね次回からそういうわけではなく全力で。はい。わかりました。はい。お願いします。はい。じゃあそろそろそれではそうですねまた。 来週からは生放送でお届けしていこうと思っているのでこれからも中曽根さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますそれでは本日のお相手は、はいえー、弁護士の中曽根どもひろとしはい新里哲也はい、そして FM 技能案の石坂でしたはい、はい、それではまた来週お会いしましょうさようならチャオはいありがとうございました